開催地のハブ水峡公園世界キャラクターさ、ミッドインハブは埼玉県羽生市で毎年開催されるゆるキャラに関するイベント。2010年から毎年11月にハブ水峡公園で行われている。2013年の4回目まではゆるキャラさ、ミッドインハブであったが、世界各国からの参加も相次いだため、2014年の第5回から解消した。 ゆるキャラグランプリの結果発表も2011年の第2回からハブで開催されていたが2014年の第5回からは開催地を固定せずに日本各地での開催に変更された2013年には452キャラクターが参加しマスコット最多集合記録数のギネス記録に認定された2015年の2日間の来場者数は45万人を記録し ご当地キャラクター、企業キャラクターのイベントでは、日本最大の同意人数となっている。ご当地キャラクターに絡め、特産品や名物料理の販売ブースも出展している。このイベントに関係を持つ SNS の投稿は、大半がこのイベントの愛称、ワニユハニユの、ハッシュタグを利用して投稿されている。これは、石田洋介、佐久間秀樹が歌う公式テーマソング、ハロー、ハニーハニが、 由来となっており、実行委員会からも積極的な利用が提唱されている。ハブ市内のキャラクター、ムジナモンお誕生日会など、このイベントと直接関係ないイベントの場合にも多く利用され、ハブ市内のキャラクターイベントに波及している。ありがとうございます。